ぜひとも雛形さんにも参加してほしいものです。その際は社長とも。ぜひ参加します。仲のいい取引先から誘われ、ついそう返事をしてしまった。とはいえ俺はバツイチなので、同伴してくれる妻がいない。そのことで悩んだ俺は、会社の独身である美人上司に相談した。それなら奥さんのふりしましょうか。え？そんな風に言ってくれ、俺は彼女とパーティーに参加することに。パーティーは順調に進み、取引先に好印象を与えていたが。あれ？先輩なんでここにいるんですか？その声で状況は一変する。直後、美人上司が発した言葉で、俺の人生が大きく変わることに。俺は雛形勝、30代のバツイチ会社員だ。離婚の原因は妻の浮気。俺は妻の晴美に捨てられたのだ。また一緒になったわね。私は晴美。あなたは？俺は雛形勝。本当、よく会うね。元妻である晴美と出会ったのは大学時代。同じ学部で同じ部活だったことから、俺たちは必然的に一緒にいる時間が他の生徒よりも多かった。そのため、俺たちは自然と親しくなり、会えば軽く談笑するほどの仲に。え、マサル君もキャンプ好きなの？私も好きで、よく週末にソロキャンしてるんだ。俺もだよ。近くにいいキャンプ場があるから、今度一緒に行かない？ぜひ。やがて、お互いの趣味がキャンプということが発覚し、週末には二人でキャンプに出かけるほど意気投合していった。俺には、晴美が必要だ。これからも俺と一緒にいてほしい。ええ、もちろんよ。そして、俺たちは大学在学中に交際を開始、社会人3年目の冬にプロポーズして結婚したのだった。マサルの分からずや。仕方ないだろ。結婚生活は本当に大変だった。好きという気持ちだけでやり過ごすには大変な共同生活。それなりに喧嘩もしてきた。本当にごめん。私の方こそごめんなさい。しかし、最後には必ずハグをして和解していた。そんな感じで、俺たちなりに幸せな日々を送っていたのだ。マサル、ごめん。私、赤ちゃんできないみたいなの。結婚生活5年目の春、彼女は子供が作れない体であることが分かった。妊活や不妊治療も頑張ってみたが、結果は残念に終わった。私のせいで、マサルに子供を抱かせてあげられない。子供がいるのが幸せじゃないさ。それに子供がいなくたって、俺はお前がいてくれるだけで幸せだから気にすんな。いつも俺に申し訳なさそうにしていた晴美に、俺はそう言って慰めの言葉をかけた。すると彼女は、ありがとうとにこやかに笑ってくれたものだ。そんなやりとりをしたおかげか、俺たちは子供に恵まれないものの、本当に仲睦まじい夫婦だった。おたくら本当に仲良しね。秘訣を教えてほしいわ。近所のおばさんからもそう言われるほどだった。マサルと結婚できてよかったわ。俺もだよ。彼女とならどんな試練も乗り越えられる。心の底からそう思っていた。しかし、俺たちの華やかな結婚生活は唐突に終わりを告げる。他に好きな人ができたの。だから離婚してほしい。晴美から突然そう言われたのだ。最近何か落ち込んでいる様子だったので、何か悩みがあるなら相談に乗るぞ。そういった矢先の発言だった。思い悩んでいたのはあなたのことよ。え、どういうことだよ。今までよくしてくれたとは思っているけど、あなた以上に私に尽くしてくれる人がいるの。淡々と言われた言葉に俺は信じられず固まってしまう。そんな俺に構わず、晴美は話を続けた。私はその人と結ばれたい。子供も作れるかもしれないし。そう話している間、晴美は俺に視線を向けることはなかった。そのまま一方的に手続きの話などを進める。嘘だろ。本当の理由を話してくれよ。どれだけ俺が理由を聞いても、彼女は教えてくれなかった。ただ他に好きな人ができたというだけ。そんな、納得できるわけないだろ。詳細を話したら、あなたは怒鳴り込みに行くでしょ。まあ、そういうところも正直暑苦しくて、前々から嫌だったんだけどね。ついにはそこまで言われる始末。それに話し合いは無駄だと判断し、
俺たちは離婚することになった。離婚間近になってからは、お互い家の中にいても会話することなく、そのまま一日を終えるといったこともザラだった。もし、私のものが後から見つかっても、連絡はしてこないでね。迷惑だし、何か見つけたら捨てていいから。そんなセリフを吐いて、晴美は最低限の荷物だけまとめて家を出て行ったのだ。それから俺の心は、ぽっかりと穴が開いてしまった。その穴を埋めるために、がむしゃらに働く日々。あら、雛形さん、私たちがやりますよ。いいんです、やらせてください。朝は一番乗りをして、掃除から始めた。清掃のおばちゃんたちがいるのにもかかわらず、だ。俺の行動に驚くおばちゃんたちに、一緒にさせてほしい、と頭を下げた。そういえば、雛形さんって、きっと今は仕事で忘れたいのね。俺の周囲は、みんな俺が離婚したことを知っている。そのため、俺本人が望むのであればと思ってくれ、俺の自由にさせてくれた。仕事に打ち込むのも結構だけど、自分の体はちゃんと自分でいたわってあげてね。そんな中、上司の小柳洋さんはそう声をかけてくれた。彼女は俺のことを心の底から心配している様子で、俺のことを気にかけていた。そんな彼女は俺の2歳年上で、仕事を効率よく進めて、定時には絶対に帰るタイプの人だった。とにかく効率よく早く帰って自分の家で好きなことをすることでリフレッシュしてまた次の日も頑張れるということをモットーにしており、他の社員にも伝えている。以前までは俺もそれに同意していた。しかし今の俺の家には帰っても誰もいない。寂しい箱となってしまった。そのことは小柳さんも知っているので、無理に定時に帰れとは言ってこない。雛形君、これよかったら受け取って。いつもありがとうございます。とはいえ、俺の体のことは心配なようで、弁当を作って渡してきたり、ご飯行きましょう、と夜に誘うことが増えた。彼女なりの気遣いを感じ、俺は感謝していた。え？俺があの外資系の会社のパーティーに？ある日、俺は外資系の取引先が開催するパーティーに参加することになった。本当は違う人が行く予定だったが、家庭の事情で急遽、俺に白羽の矢が立ってしまった。さすがにと思い、断ろうとも思ったのだが、ぜひとも雛形さんにも参加してほしいものです。その際は社長とも。ぜひ参加します。今後の契約に関わる大事な場面であることを示唆され、ついそう返事をしてしまったのだ。まあ、そんな風に言われてしまっては、参加しないという手はない。だが、一つだけ問題があった。夫婦同伴か。それは、パーティーは夫婦同伴であることだ。バツイチの俺にとって、これは高いハードルとなっている。いっそ、不参加にして他に家庭を持っている社員に、この場は譲るべきかと悩んだ。そこで、俺は小柳さんに相談してみることに。それなら、奥さんのふりしましょうか？え？すると、彼女はそう提案してきた。その言葉に驚いていると、小柳さんはすぐに説明してくれる。今回のパーティーの主催者は取引先の中でもかなり力を持った人だから、うちから参加する人も誰でもいいわけじゃないわ。コミュニケーション能力が高く、人の懐に入り込めるような人が必要なの。そう言うと、彼女は俺をまっすぐに見てくる。私はそれをあなただと判断したの。私が妻役を演じるのが不服でなければ行きましょうよ。うちから他にも参加する社員がいるから、何かあったら、口裏合わせてもらいましょう。笑顔でそういう小柳さんに俺はうなずいた。そして俺たちは夫婦として出席することになったのだった。でも本当にいいんですか？俺なんかの奥さんのふりだなんて。そんなこと言わないの。私から提案したことなんだし、雛形君は気にしないで。そう言っていつものように笑みを浮かべる小柳さん。そんな彼女に俺も微笑んで返す。本当にありがとうございます。小柳さんが俺の上司で本当によかった。思わずそうつぶやく。その言葉に彼女が嬉しそうに笑っていたことには気づかなかった。うわ、広いな。なんだか緊張しちゃうわね。パーティーはホテルの大広間で大々的に行われた。主催者たちも含めてパーティーに参加している人たちは主催者側の重役であったり、プロジェクトのメンバーなど様々だった。今回のパーティーで
相手側の重役たちに好印象を与えられたら私たちの勝ちね。そう耳打ちしてくる小柳さん、実際彼女は俺の妻として振る舞い、相手側の役員と話すときは俺を立てるように話してくれる。そして一切いやらしさを感じさせないように相手を褒める姿に俺は内心舌を巻いていた。雛形さん、もしよければ私たちとも話をしませんか。彼女のおかげか、みんな君たち夫婦と話すと気分が良くなると評価されて、次々と役員たちが声をかけてくれる。この調子でいけば今回のパーティーでの功績はいいものになる。そう思っていた時だった。あんで、先輩なんでここにいるんですか。甲高い声で一人の女性が話しかけてきた。前島さん、君も来てたんだね。彼女は前島小杖という名前で俺の後輩にあたる人物だ。前島さんも俺と同じ会社からパーティーに参加している社員の一人であり、プロジェクトに関与している社員でもある。そんな優秀な彼女だが、俺はあまり得意ではない。ここ、先輩には分不相応じゃないですか？彼女は無神経で、その場の空気を読まない発言ばかりする。それを周りが指摘すれば、私、天然なんでよくわからないんです。と、猫なで声を出すような社員だ。そんな彼女に見つかってしまい、俺は内心焦っていた。ここは、夫婦同伴のパーティーですよ。先輩、この間離婚したじゃないですか。しかも一緒に連れているのって、小柳さんじゃないですか。いくら業績を残したいからって、詐欺まがいなことをするのは良くないですよ。クスクス笑いながら言う前島さん。彼女の言葉選びは、実に絶妙だった。単語一つ一つが耳に残る言葉であり、会話全部を聞いていなくても、何か良くないことを話しているのだろうと周囲が想像できるようなチョイスだ。あ、いや、これはいろいろあってね。困惑する俺をよそに、前島さんはずっと話しかけてきた。そういったやらしいところが原因で奥さんに捨てられたんじゃないですか？なおもまくし立てる前島さん。そんな彼女の言葉に周囲も、あの人たち夫婦じゃないの？と疑問が浮かんでいるのがわかる。どういうことだね。わざわざ偽って参加したのか。すると話を聞きつけたらしい主催者側のお偉いさんが突っかかってきた。それに内心どうしたものかと思案する。本当に前島さんは余計なことを。そう思っていた時だった。確かにまだ夫婦ではありませんけど、もうじきになるからいいかなと思ったんです。小柳さんが驚くべき発言をした。私はマサルさんのことをずっと見てきました。彼の妻になりたい。その気持ちは本心ですから、ここにいることにおかしな点はありませんよ。そうきっぱり言い切った小柳さん。そんな彼女の言葉に、お偉いさんは笑みを浮かべる。あ、そうなんだね。出来たてほやほやじゃないか、新婚さん。そう納得したように言って立ち去るお偉いさん。何よそれ。前島さんもなぜかプンスカしながら、この場を去っていった。新婚ほやほやか。なんだか微笑ましいね。ああ、お似合いだよ、お二人さん。その後、俺たちのやりとりを見ていた周りから囃し立てられる。それに苦笑しながら、隣に立つ小柳さんを見た。堂々と立ち、頼もしい笑顔を浮かべている彼女。参ったな。誰にも聞かれないくらいの大きさで、俺はつぶやいた。彼女が本当に奥さんになったら、という想像をして、嫌だと思わなかったのだ。むしろ心のどこかで嬉しいと感じている。マサルさん、どうかしました？いえ、何でもないですよ。上品に笑う彼女に、俺は笑顔を浮かべて返した。そして、俺たちは無事にパーティーを終えることができたのだった。あの夫婦同伴のパーティーの一件以降、俺と小柳さんの距離はぐっと縮まった。大勢の参加者の前で婚約宣言をしたこともあって、会社内で噂は一気に広まることに。まさか雛形と小柳がくっつくと思わなかったよ。そんな風に言われることもしばしばあった。さらに、まあ、小柳さんは雛形のことをだいぶ気にかけていたしな。小柳さんにはいろいろと感謝しないとな。大事にしろよ。そうからかわれることも、はそうだな。そんな感じなので、俺も正直どうしたらいいかわからず困惑していた。あの日まで、
俺は彼女の気持ちを今まで知らなかった上に、パーティー会場であんな風に言われて断ることも難しい。なんだか気まずいな。パーティーの後、なんとなく気まずさを感じて、俺は彼女に話しかけることができずにいた。用があれば、他の社員に頼んで仲介に入ってもらうことも。なんだ？照れてるのか。周りは俺が照れて声をかけられないのだと思い、協力してくれる。しかし、このままではダメだろう。このままじゃ仕事に支障が出るし、本当に俺は育児なしだな。小柳さんの真実を知りたい気持ちもあるのだが、知ったことで今の安定した日々が壊れるのではないかと不安感もある。それに、落ち着いてきたとはいえ、前妻とのこともある。また裏切られるかもしれないという恐怖は、俺の心の奥底で身を潜めながらも確実に存在していた。まさか、小柳さんとお付き合いしているとは思わず、すみませんでした。舞島もパーティー以降、無神経な発言は控えるようになっていた。噂によると、あの後、君の発言は少々目に余る。今回のことで二人の評判が落ち、会社の信用を落としたらどう責任を取るつもりだったんだ。お偉いさんからこっぴどく叱られていたらしい。しゅんとした様子の彼女を見ると、何かこちらも悪いことをしたような気持ちになる。もう謝罪はいいよ。これからは発言に気をつけて。そのため、俺はそれだけ言って彼女を許すことにした。それに、今回取引先のお偉いさんから会社に連絡があり、上層部も彼女に目をつけている。今までのような振る舞いをし続けるのは難しいだろう。あとは、小柳さんのことだな。彼女は前島さんの発言から守ってくれただけなのか、それとも本心なのか。前島さんの戒心を目の当たりにすると、小柳さんの気持ちを確かめないといけない気持ちになった。休憩中すみません。小柳さん、入りますよ。昼休憩の時に、俺は彼女の部屋を訪れた。彼女は留守のようで、室内には誰もいない。きっとすぐに戻るだろうし、待たせてもらおうかな。俺はそのまま部屋で待たせてもらうことに、ここで入れ違いになどになると、こういった話がもうできないような気がしたからだ。あれ、この写真？デスクの上には、前に社員で撮った写真が飾られている。そこには、小柳さんと俺の姿もあった。確か、俺が入社してすぐに撮ったものだ。懐かしいな。あれ、雛形君？そんなことを思いながら、写真を眺めていると彼女が部屋に戻ってきた。どうかしたの？俺がいたことに驚きつつも、首をかしげて訪ねてくる小柳さん。パーティーでのあの発言、あれは本心なのですか？俺は思い切って単刀直入に聞いた。すると彼女は、本心よ、と笑いながらうなずいた。雛形君は忘れてるかもしれないけど、あなたが入ってすぐの時に、私は上司と馬が合わなくて、無理難題を強いられてたの。その言葉に当時のことを思い出す。周りから見ても、彼女が追い詰められているのが分かり、新人だった俺はがむしゃらに助けようとしていた。精神的に参ってた時に、あなたが僕がいますからって言って、私の仕事を手伝ってくれた。それからかな。単純な理由だけどね、あれで私は救われたの。確かにそういった覚えがある。だが、あれは俺が結婚する前の話である。だから私、独身なのよ。あなたが好きだから。別に奥さんから奪おうとは思ってなかったから、伝えることはないって思ってたけど、ね。そう言って照れくさそうにはにかむ小柳さん。どれだけ長い間自分を思ってくれていたのか、それを知った俺は彼女に頭を下げる。これからよろしく。はい、喜んで。俺の言葉に彼女は嬉しそうに笑ったのだった。それから俺たちは正式に交際を開始、今まで避けていた分、俺は彼女に声をかけるようになった。小柳さん、この後の予定なんですけど。私の方は予定通りに仕事を終わらせられそうよ。じゃあ、仕事終わりに迎えに行くので待っていてください。俺の言葉に微笑みながらうなずく小柳さん。会社でイチャつくなよ。そんなつもりはないんだけど。ま、雛形が幸せそうでよかったよ。その言葉に思わず同僚を見る。どうやら離婚した後、仕事に打ち込んでいた俺を心配してくれていたらしい。今度こそ幸せになれよ。その言葉に俺はうなずくのだった。
マサルくん、今度この映画見に行きましょう。ああ、その映画俺も気になってたんだ。ぜひ一緒に行かせてくれ。陽さんとの日々は大変楽しかった。やがて、今まで人と付き合うことに恐怖を感じていた俺にとって、彼女は人生に必要な存在と思える存在となっていた。いや、本当謎なのよね。え、何が？映画デートの帰り道、ファミレスによって食事をしていたところ、ハンバーグを食べながら彼女は話し始める。こんなにいい人なのに、前の奥さんはどうして振ったのよ。理解できない。そう言い、怒っているのか、単純に理解できないのか、プンスカする小柳さん。そんな彼女に俺は苦笑し、晴美のことを思い出す。俺もわからないよ。明確に俺のどこが悪かったのかも聞いてないしな。晴美は、他に好きな人ができた。と言っただけで、俺のどこに不満があったかなどは一言も言わなかった。ああ、もう、納得できない。陽さんの性格上、一度気になったことは納得できるまで追求するタイプの人間だ。もう、いっそのこと本人に聞くってのはどう？私は前妻さんに会うことは気にしないけど。お前は良くても、俺が嫌だよ。それに、今頃晴美も家庭を持っているだろうさ。彼女の提案に、俺はそう返す。しかし、陽さんは納得してくれる気配がない。ええ、でも気になるわ。マサル君は本当にいい人なのに。ダダをこねる彼女を慰めるため、俺は自分の何がいけなかったのか、一度だけ連絡してみることにした。でも、返事が来なくても追いメールはしない。本当に今回だけだよ。ええ、それでいいわ。返事が返ってこなかった時は、ちゃんと諦めるから。その条件で、俺はメールを送ることに。正直、返事は期待していなかった。なんなら、宛先不明で戻ってくると思っていたのだ。しかし、それに反して返事は送ったその日のうちに来た。話したいことがあります。明日実家に来てください。そんな素っ気ない返事。それを見て、俺は違和感を感じた。まるで、晴美ではないような印象を受けたのだ。陽さん、明日一緒に行ってくれないか？ええ、もちろんよ。そして翌日、俺は陽さんを連れて晴美の実家を訪れることに。これでも元夫婦、相手の実家がどこにあるかは把握済みなのだ。待っていました。お久しぶりですね。あ、お久しぶりです。晴美の実家に到着した俺たちを出迎えたのは、本人ではなく、彼女の母親だった。つまり、俺の元義母だ。彼女は俺たちに深々と頭を下げる。あの節はいろいろとご迷惑をおかけしました。さあ、中に。そして、俺たちを招き入れた。この時点で俺はなんとなく察していた。あのメールはお母さんですか？そう問いかけると、元義母は力なくうなずく。晴美には、絶対に言うなと言われていましたから、気が引けました。ですが、母としてあの子が誤解されたままというのが忍びなくて。誤解？一体どういうことだ？元義母の言葉に、そんなことを思っている間に、俺たちはとある部屋に案内される。その部屋には、一つの仏壇が静かに佇んでおり。え、晴美？晴美の写真がそこにはあった。それを見て硬直する俺。俺の隣で、陽さんも驚いて固まっているのが分かった。乳がんでした。見つかった時には、もう手遅れで。抗がん剤治療で延命するのが精一杯だと医者に言われました。そんな俺に説明する元義母。その言葉に、離婚する直前の、何か悩んでいる晴美の姿を思い出す。あの子は、マサルさんに弱っていく自分を見せたくないと言って、あなたの元から去ったのです。どうか、あの子を憎まないでください。元義母の言葉が頭に入らなかった。裏切られた、捨てられたなどと長年思っていた自分が歯がゆく。そんな、嘘だろ。こんなことって。涙が止まらなくなってしまった。何も知らなかったとはいえ、自分は心の底から愛した人を恨んでいたのだ。そう思い、後悔する俺の肩に温かいものを感じる。あなたは悪くない。真実が知れたのだから。あなたは立派よ。陽さんが俺を慰めてくれていた。その手のぬくもりは、かつて感じた
はるみのような気もした。そして、その表情はどこか申し訳なさそうだった。会いに来てくれてありがとう。はるみは、最後まであなたのことを気にかけていたわ。またしても涙をこぼす俺に、元義母はそう告げる。少々心配性なところがあるはるみのことだ。きっと、元義母に俺の身を案じるようなことを言っていたのだろう。そんな姿を想像して、さらに泣いてしまった。マサル君、大丈夫？ああ、うん、大丈夫だよ。ちょっと頭痛いけど。はるみの実家を出たとき、泣きすぎたせいで頭がズキズキとしていた。しかし、心の中にいたあの恐怖感は跡形もなく消えている。思いの強さに優しさ、偉大さを知った俺にとって、今の支えは目の前にいるようさん、そして上から見守っているであろうはるみだ。ふと、その時、とある衝動に駆られた俺は、ようさんの前に出て、彼女の手を握った。ようさん、俺と結婚してくれませんか？え？俺は勢いのまま、ようさんにプロポーズする。それに彼女は驚いたように目を丸くし、やがて赤面した。指輪はまた後日用意するよ。それで、返事を聞いてもいいかな？はい、喜んで。陽さんは輝くような笑みを浮かべてうなずいてくれた。絶対にあなたを幸せにします。こちらこそ一緒に幸せになりましょう。そして俺たちは笑い合う。それから俺たちは正式な婚約者として会社のみんなに報告した。おめでとう。式には招待しろよ。わかったわかった。みんな俺たちのことを祝福してくれた。そんな中でも特に祝福してくれたのは雛形先輩、おめでとうございます。舞島さんだ。あれから彼女はすっかり変わり、みんなから信頼されるようになった。ありがとう舞島さん。それにしてもすっかり変わったね。そう言うと彼女は少しだけ困ったように笑った。あれは完全に黒歴史です。本当に失礼な物言いをしてしまって申し訳ありませんでした。そこで話を聞いてみると、彼女は学生時代地味女と周りからからかわれていたらしい。特に絡んできたのが自称天然の少女だった。彼女の言うことに男の子たちが何でも従ってて、彼女の真似をすれば会社ではからかわれることはないって思ったんです。それであの性格の彼女ができたそうだ。実際彼女の周りの男性は自分の思った通りに動いてくれた。しかしその分他の女性や一部の男性から嫌われてしまったらしい。雛形先輩もそのうちの一人でした。ああ、やっぱり気づかれてたか。ええ、でも本当は雛形先輩と親しくなりたかったんですよ。その言葉に俺は目を丸くする。まさかそんな風に思われているとは考えたこともなかった。みんな雛形先輩のことを褒めてて、私も仲良くなりたいと思ってたんです。でもうまくいかなくて失礼なことを言うようになってしまって、いつの間にか止まらなくなりました。そう言ってもう一度謝罪する舞島さん。いいんだよ、今の君は嫌いじゃないから。ありがとうございます。結婚式ぜひ招待してくださいね。笑顔でそう言い、彼女は自分の仕事に戻っていった。その後取引会社にも俺たちの結婚話が広まり、ぜひ招待してほしいという連絡がひっきりなしに来ることになる。まさかこんなに祝福してもらえるなんてね。ああ、少しだけ驚いたよ。そんな周りに感謝しながらも思わず笑ってしまったものだ。翌年、陽は仕事を休むことになった。俺がしっかり稼いでくるから、陽は自分とその子のことだけ考えてね。ふふ、わかってるわ。マサルってバカ保護なんだから。理由は、そのお腹に俺たちの子供を宿しているからだ。俺たちの愛の結晶がここにいる。そう思うだけで俺はより仕事に励むことができていた。やがて彼女は元気な女の子を出産する。名前なんだけど私に考えがあるの。聞かせてくれる？はるかなんてどうかな。陽の言葉になんだかしっくりきた。そして娘の名前ははるかとなり、家族三人で仲良く暮らしていくことに。俺、陽と結婚できて本当によかった。俺を選んでくれて、立ち直らせてくれてありがとう。こちらこそ、私と一緒になってくれてありがとう。陽には、
はるみに言えなかった分も感謝の言葉を伝えている。そして彼女も同じくらい返してくれるので毎日満たされていた。この子にもそういうふうになってほしいな。愛しい娘を抱きながら俺はそう言った。愛、陽が愛ゆえにその気持ちを抑え込み心の内に長い間秘めていたことも、はるみが愛ゆえに俺の目の前から去ったことも、そして裏切られたと思いはるみを恨んでしまったことも、すべて愛ゆえに起きたことなのだ。今まで愛のせいでたくさん傷ついてきたけど、これからはたくさん幸せになろう。俺たちが愛し合ったことで生まれてきた可愛い娘、この子もこれから先愛ゆえにたくさん悩むかもしれない。その時はしっかり守ろう。でもこの子が好きな人ができたって言ったら、マサル泣きそうよね。そんなありえそうなこと言わないでよ。俺の言葉にクスクスと笑うよう、そんな母親を見て、はるかも楽しそうな声を出す。はるみの時は守ることができず、最後にも寄り添えなかった。しかし、目の前のこの二人だけはきっと守り続ける。そう心の中で誓い、俺も笑顔を浮かべた。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。おい、ちょっと顔貸せよ。穏やかではない言葉とともに、こわもての男たちがずらりと現れ、俺と隣にいる社長の進行方向に立ちはだかる。とある企業の運転手である俺は、ある日、社長とともに株主総会に参加していた。つつがなく進行するかと思いきや、会は大荒れ。場内には怒号が飛び交い、前に立って説明する社長を追い詰める。どうにか会は終了したが、会社に戻ろうとしたところで、突然男たちに声をかけられたのだ。まさか社長に何か危害を加えようとしているのではないだろうな。俺はずいっと前に出て、彼女を背中にかばうようにした。そして自分よりも体格のいい男たちを見据える。もし手を出されれば、こちらの方が圧倒的に劣勢になるだろう。そんなことを考えながらも目はそらさない。すると相手のうちの一人が何かに気がついたような表情になった。おい、帰るぞ。仲間に声をかけると、その男はくるりと厳しさを返して先頭に立ち歩き出した。突然態度が変わったことに、周りはえとすっとんきょうな声を漏らす。それは社長もだった。あなた、ただものじゃないわよね。かすれた声で俺にそう問いかけてくる。答えるべきか否か、俺はゆっくりと口を開いたのだった。俺の名前は森永大輝。森永組というヤクザをまとめる組長の息子として生まれた。かなりの大所帯で組員は100名を超えている。物心ついた頃から彼らに囲まれて暮らしていたため、特に恐怖などはなかった。派手な柄のシャツを着たスキンヘッドの男や、びっしりと腕中に入れ墨の入った男が家の中をうろついていようが、異質な光景だと思ったことはない。むしろそれが俺にとっての日常だった。おかえりなさい、坊ちゃん。学校から帰ってくるたび、組員たちに頭を下げながらそう挨拶されるのも慣れたものだったが、思春期になると気恥ずかしいというか、複雑な感情が芽生えるようになっていった。その坊ちゃんって呼び方やめてほしいんだけど。俺がいくら頼み込んでも、そういうわけにはいきませんの一点張り。峠工事に俺がそう呼ばれているのを同級生に見られてから、まるで腫れ物に触るかのような扱いを受けていたのだ。おかげで学校では見事に孤立。あいつヤクザの息子らしいぞ。マジかよ、怒らせたらどうなるか。あんまり関わらない方がいいな。ひそひそと少し離れたところから聞こえる一抹の恐怖を含んだ声。提出しなければならない宿題を集める際など、必要な時は声をかけられるが、遊びの誘いなどは全くなかった。今日カラオケ行かない？いいね、何時に待ち合わせする？教室の片隅で繰り広げられるそんな会話は、周囲の同年代の人間からしたら日常的なものかもしれない。
しかし孤立した自分にとってはまるでドラマやアニメの中のような非日常的な内容を耳にした気分になっていた。親友と呼べるような存在どころか普通の友達すら作ることができなかった俺は、中学生の頃に郷田正人という組員と親しくなった。彼は下っ端でいつも周りからこき使われており、おい郷田、もたもたしてんじゃねえぞ、さっさとしやがれなどといった怒鳴り声をよく浴びせられていたものだ。その度にペコペコと頭を下げる様子が印象的だった。俺はそんな彼を放っておけず、優しく接するようにしていた。荷物持ちをさせられているところを手伝ったり、広い部屋の片付けをさせられていたら協力して早く終わるようにしたり、坊ちゃんの手を煩わせるわけにはいきません。最初の頃はそう言いながら俺の手伝いなどを遠慮していた郷田だったが、時間が経つにつれ、ありがとうございます坊ちゃんと素直に受け入れてくれるようになった。勘違いでなければ彼も俺に恩義を感じているようで、ことあるごとに、何か困ったことはありませんかと気にかけてくれるようになったのである。それは俺が組長の息子だからという理由ではなく、ただ純粋に心配だったからだという。ヤクザの息子であることに複雑な思いを抱くこともあった俺が、まさか組員と個人的に親しくなるだなんて。むずがゆいけれど温かい気持ちを持ちながら過ごしていたのだが、俺が高校生の頃に転機となるような出来事が起こる。父が大病を患ってしまったのだ。その頃には森永組の組員もかなり減ってきており、社会的にもヤクザが生きやすい環境ではなくなっていた。もうこれまで通りには組を存続できないという父の判断により、森永組は解散する運びとなったのである。しかし父の体調は悪くなる一方、ベッドに寝たきりになってしまったその姿は、数年前よりもかなり小さくなってしまっていた。すまないな大輝、かすれた声でぽつりと紡ぎ出された言葉、それが俺が最後に聞く父の声だった。俺が大学生の頃、父は他界してしまう。葬式会場の至るところから聞こえる鼻をすすったりしゃくり上げるような声の数々。組員をはじめとして父と親交があった人たちが肩を震わせて泣いていたのだ。郷田もそのうちの一人だった。この度はお悔やみ申し上げます。涙声でつっかえながらも最後の挨拶をしてくれた彼につられ、ずっと泣くのをこらえていた俺の目からも雫がこぼれ落ちてきてしまったものである。どこか胸にぽっかりと穴が開いてしまったかのような寂寥感のある日々を送りながらも、どうにか大学を卒業することができた。しかし肝心の進路がまだ決まっていなかった。就職活動中にいくつもの企業の面接を受けたが、なかなか内定をもらえなかったのだ。就職な、どうしたらいいんだろう。そんな独り言がため息とともに漏れることも増えた。しかしそれは自分しかいない空間にがらんと虚しく響くばかりで、誰からも答えは得られない。ぼんやりと自分の得意なこと、それにやりたいことは何だろうと思いを巡らせる。俺は大学在学中に運転免許を取得していた。移動できる範囲が広がったことにより出かけることも増えたように思う。少し離れたスーパーまでの道に始まり、海沿いや高速道路を走ることもたびたびあった。ドライブをするときにはほぼ毎回助手席に母を乗せていたものだ。スピーカーから流れるお気に入りの音楽、歩いている時よりも圧倒的に早く過ぎ去っていく景色、窓を開けた時に吹き込んでくる風、そのどれもが好きだった。あら、これ誰の曲？かっこいいわね。俺が選んだプレイリストを聞いて母はそんな感想を漏らしていた。そんな記憶が脳裏をよぎり、無意識のうちに口元が緩む。そうだ、俺はドライブが好きなのだ。それに運転技術にはそれなりに自信がある。俺の進む道はこれかもしれない。視界にかかった霞が急激に晴れていくような感覚。俺は運転手として就職することを決意し、さまざまな企業の面接を受けた。そして
念願かなってとある企業に入社することができたのである。そこの社長は安藤花子さんという女性で、俺よりは年上だが世間的に見たらまだかなり若い。役員の大半が彼女よりも年上だった。彼女は急逝した父親の後を継いで2代目の社長になったが、経営が難しいという。先代社長の娘だからってね、あんなポットでに何ができるんだか。頼りないことこの上ないよ、本当。異業種からやってきて社長になった安藤社長への風当たりは厳しく、人気のないところで彼女に関する愚痴のようなことを話す社員もいた。それが本人の耳に入ってしまったのか、それとも社内に漂う空気から薄々察していたのか、安藤社長はほとんど笑顔を見せることがなくなり、常に顔に暗い影を落とすようになっていた。その華奢な肩にかなりの重圧がのしかかっているのも透けて見える。そして頻繁にため息をついていた。社長という立場からか、他の社員には見せないようにしていたようだが、俺はある時たまたまそれを目撃してしまう。若いから、もともと違う仕事をやっていたから。そんな理由で下に見られている彼女の姿を見て、心がチクリと痛む。ただの運転手でしかない俺だが、何か彼女のためにできることはないだろうか。そう考えた俺は、社長、もしよろしければドライブに行きませんか？と提案した。これこそまさに運転手である俺ができる息抜き方法ではないかと思ったのである。え？ドライブ？安藤社長は機嫌そうな表情を浮かべながら首をかしげた。それはそうだろう。普段送迎以外であまり会話をしない俺がいきなりこんなことを言い出したのだから、断られてしまうだろうかと心配になったのは一瞬で、彼女は戸惑いながらもゆっくりとうなずいてくれた。ほっと胸をなで下ろし、では行きましょうと駐車場に止めてある車まで案内する。助手席のドアを開けて彼女が腰掛けたのを見届けてから自身も運転席に乗り込んだ。もし寒かったりしたらおっしゃってくださいね。あ、ブランケットとか使いますか？俺がわたわたと安藤社長のことを気にかける様子が面白かったのか、くすっと気の緩むような音が隣からした。横目で見ると口元に手を当てて小さく笑みをこぼしている。いつもの影が差したような表情とは全く印象が違っており、花のような可憐な人だなとぼんやり考えた。走っていくうちに安藤社長の顔はどんどん明るくなっていき、ドライブを終えて会社に戻ってくると、ありがとう、あなたのおかげでいい気晴らしができたわと言ってくれた。彼女のために自分にできることは何かを考え、それを提案してよかったと唇の端を持ち上げる。少しでもお役に立てたのなら何よりです。そう返すと安藤社長は再び柔らかい笑顔を向けてくれた。心なしかドライブに連れ出す前よりも背筋がしゃっきりと伸びているように見える。彼女にのしかかる荷物を少しでも減らすことができたのかもしれない。そんなことがあって少し経った頃のこと、ある休日に俺は安藤社長から呼び出されていた。プライベートで顔を合わせるのは初めてだ。一体どうしたのだろう。首をかしげ腕を組みながら呼び出された理由について思案している俺に、お待たせと声がかけられる。その方向を見ると安藤社長がこちらに片手を上げながら近づいてきていた。俺は目を丸くする。何も安藤社長の私服姿に驚いたわけではない。彼女が自家用車らしき車の運転席から降りてきたことに面食らったのだ。社長、本日はどうされたんですか？そう尋ねると、彼女はやや照れくさそうに指で頬をかく。そして目を伏せながら、いつも運転してくれるお礼をしたいの。この間励ましてくれたことも含めて、とつぶやいた。そんなお礼だなんて。運転は仕事でしていること、それに先日ドライブを提案したのだって見返りを求めていたわけではなかった。しかしここで安藤社長の好意を無下にするのもな、という思いから俺は素直にありがとうございますと受け入れることにし、楽しい休日になりそうだとワクワクする胸を抑えながら
助手席に乗り込んだのだった。ふっ。会社のロビーで待機していると、無意識のうちに小さな笑い声が口から漏れる。慌てて唇を引き結んで、チラチラと周りを確認してみるが、俺の方を機嫌そうに見ている社員はいない。一人で急に笑い出す不気味なやつという認定をされずに済んだようだ。安藤社長と休日を一緒に過ごしてから、今回のようにその時のことを思い出して笑ってしまうということが多々あった。あの日、車に乗って最初に向かったのは、彼女の行きつけだというおしゃれなイタリアンレストラン。そこでピザやパスタ、サラダをシェアした。ランチを終えた後は映画館まで行き、CM で大ヒット上映中という歌い文句とともによく見かける作品を見た。休日ということもあり、街にあふれかえる家族連れや私服姿の学生たち、皆一様に目がキラキラと輝いており、その時間を楽しんでいることがうかがえた。俺も学生時代に友人がいれば、彼らのように休日に出かけたりしていたのだろうか。ほんのりとした寂しさのようなものが顔を出しそうになったとき、森永君、どうかしたの？と安藤社長が現実に引き戻してくれた。彼女と俺は社長と社員という関係で、立場は全く違う。対等というわけでもなく、どうしても上下関係がちらついてしまうが、彼女と過ごしたあの一日は俺に時期外れの青春を体験させてくれたような気がした。以降、俺と安藤社長の仲は少しだけ近づいたように思う。社内では相変わらず暗い表情をしてため息ばかりついてしまっている彼女だが、送迎の時は表情をほころばせてくれるのだ。俺に対しては心を開いてくれているのかもしれないと思うと、純粋に嬉しかった。そんな矢先、株主総会が開かれることになった。会場は俺たちの勤める会社から車で15分ほどの距離にあるイベントホールだ。移動中、信号が赤になって停車したタイミングで車内の安藤社長の様子を伺う。彼女は窓の外に視線を向けていた。表情は落ち着いているように見えるが、かすかに口元が震えている。外から差す日光のせいか、それとも緊張からかはわからないが、いつもよりも顔色が白い。それに目を凝らしてみると、腹の前あたりで両手を祈るように合わせている。きっと彼女は緊張しているのだ。運転手である俺は特に株主総会で発言することはない。人々の視線にさらされることも、専門的な質問を次々に浴びせられることも。そのため彼女の緊張や不安を心の底から理解するのは難しいかもしれないが、勇気づけることはできるはずだ。社長、大丈夫ですよ。俺がそう声をかけると、うつむきがちだった安藤社長がはっと顔を上げた。軽々しい、私の気持ちなんてわからないくせに、と思われただろうか。一瞬不安になったところで、安藤社長はそういう人ではないと思い直す。バックミラーを覗いてみると、彼女は小さく何度もうなずいていた。その目には力強い光が宿り、いつの間にか口元の震えも止まっている。そうよね、社長である私がしっかりしないでどうするの。彼女自身を鼓舞するような言葉につられて、俺の胸の内も高ぶっていった。まあ俺にできることなど、彼女を安全に送迎することくらいしかないのだが、いくら二代目社長の彼女に対して風当たりが強いからといって株主総会で何かしてくるとは考えづらい。会はつつがなく進行するはずだ。そんな俺の読みは甘かったと言わざるを得ない。駐車場に車を止め、安藤社長の後ろについて場内に足を踏み入れる。その瞬間、嫌な予感がざわざわと全身を包んだ。何とも言えないようなじっとりとした空気が漂っており、至るところからひしひしと鋭い視線を感じたのである。俺が見られているわけではない。総会の参加者たちが安藤社長をじっと見つめているのだ。その目に含まれる感情は明らかにいいものではない。敵意を抱いていることがひしひしと伝わってきた。それを受け、移動中に一度は緊張がほぐれていた安藤社長の表情が再びこわばってしまう。まっすぐ前に向かっていた視線がうろうろとさまよい出し、移動中と同じように両手をぎゅっと握り合わせた。どうか
何事もなく終わってくれ。俺の願いは天には通じず、株主総会は大荒れとなった。安藤社長は株主たちの前に立ち、懸命に説明をしたり質問に答えたりしていたが、おいおい、こんな頼りない奴が社長でやっていけるのかよ。こっちはお前らの会社のために金出してやってんだよ。それをちゃんと分かってんのか、といった怒号が鳴り止むことはない。静寂の時間が訪れることはなく、音がよく響く会場にグワングワンと怒鳴り声の余韻が残り続ける。出入り口の近くで安藤社長のことを見守っていた俺だが、顔色が徐々に悪くなっていくのが離れたところからでもはっきり分かった。声も震えていき、少しずつ小さくなっていく。かなり参ってしまっている様子だったが、どうにか対応し続けていた。その姿はまるで消える直前のろうそくのようだ。永遠とも思えるような時間が経ち、ようやく会は終了した。時間にしておよそ2時間ほどだったが、それよりもずっと長く感じたのは、早く終われと考え続けていたからだろう。この数時間で安藤社長はかなりげっそりとしてしまった。床に視線を落としながら俺の元へ近づいてくる。お疲れ様でしたと俺が声をかけるより先に、社長、さすがにあの対応はまずいですよ、という苦々しい声がすぐそばから聞こえてきた。見ると、共に参加していた総務部の部長津村康夫が顔をしかめながら安藤社長にじっと視線を注いでいた。その言葉に彼女はパッと弾かれたように顔を上げる。だがすぐにまた視線を下げてしまった。厳しい声を受けて消耗しきっていた心に津村の言葉が追い打ちをかけたのだ。傷口に塩を塗り込まれるようなものだろう。その様子を見て津村はいまいましげに深くため息をつく。わざとらしくこぼされた、はぁ、という声に安藤社長はビクッと肩を小さく震わせた。津村は腕を組み、全く社長の器にふさわしくありませんね。先代も実の娘だからってどうしてこんな人に後を継がせようと思ったんだか、などと威圧感たっぷりに言い放ったではないか。笑い混じりで安藤社長のことを下に見ているのがひしひしと伝わってくる。彼女は何も反論できないまま力が抜けてしまったかのようにがっくりとうなだれてしまった。あまりにもひどい言い草だ。矢面に立ち懸命に頑張っていた安藤社長にかける言葉ではない。どうして同じ会社の味方であるはずの人間がこうして背中から切りつけるような真似をするのだろうか。すみません、お言葉ですが、それはあんまりではないですか。俺はずいっと一歩前に出ながら声を発する。津村は一瞬だけ目を丸くして俺のことを凝視した。今まで俺の存在に気がついていなかったと言わんばかりの驚きようだ。しかしすぐに鋭い目つきに戻り、なんだと、運転手ごときがこの俺に逆らうのかと詰め寄ってくる。役職についての言葉に、では部長が社長を見下すようなことをしてもいいのかと反論したくなったが、どうにかこらえる。安藤社長を背中にかばうように立ち、ひるまずに見つめ返した。先に目をそらしたのは津村の方だ。チッと舌打ちをするなり、どけと言いながら俺の肩を強く押してくる。そしてわざとらしく足音を立てながら会場から出て行った。俺も安藤社長も唖然としながらその背中を目だけで追う。しばらくその場でほうけた後、我に帰って彼女に声をかけた。そろそろ帰りましょうか。ええ、そうね。並んで出入り口まで向かおうとしたその時、おいおい、ちょっと顔貸せよ。穏やかではない言葉とともに株主総会に参加していたこわもての男たちがずらりと現れ、俺たちの進行方向に立ちはだかったではないか。その声は安藤社長に飛ばしていた怒号と全く同じ。まさか彼女が気に食わないからといって何か危害を加えようとしているのではないだろうな。俺は津村を前にした時と同じように安藤社長よりも前に出る。そして自分よりも体格のいい男たちを見据えた。彼らはかっちりとしたジャケットこそ羽織っているものの、その中には派手な柄物のシャツを身につけている。眉毛がなかったり反り込みが入っているその姿はヤクザにしか見えない。
もし手を出されればこちらの方が圧倒的に劣勢になるだろう。そんなことを考えながらも目はそらさない。すると相手のうちの一人が何かに気がついたような表情になった。目が見開かれていき、まとっていた敵意が消えていく。おい、帰るぞ。仲間に声をかけると、その男はくるりとキビスを返して先頭に立ち歩き出した。突然態度が変わったことに周りは、え？とすっとんきょうな声を漏らしている。安藤社長も男たちがいなくなったことに対して安堵よりも困惑の気持ちの方が大きいようだ。この場で俺だけがその男の意図に気がついていた。彼は元森永組の組員ゴーダだった。髪型や服装が見慣れないものに変化していたため最初は分からなかったが、声を聞いて確信することができた。俺に気がつき引いてくれたのである。男たちの姿が完全に見えなくなると、助かったと安藤社長が大きく息を吐きながらこぼした。そんな彼女に帰ろうと声をかけようとした瞬間、でも一体あなた何者？ただ者じゃないわよね。怪訝そうにそう言われたため声が出なくなってしまった。脳裏に思い浮かぶのは学生の頃の記憶。ヤクザの息子だと知られ孤立した時の複雑な心境。彼女にもそれを知られたら最悪の場合クビになるかもしれない。それは免れても前までのように心を開いてくれなくなる恐れがある。そう判断した俺は何も知らないふりでその場をやり過ごすことにした。いや、自分も何が何だか。錆びついたロボットのようなぎこちない笑顔は彼女の目にどう映っただろうか。これで何事もなくいつも通りの日々に戻れるかと思いきや、なんと翌日会社に思わぬ来客があった。ゴーダが手下を引き連れてきたのである。本当なら再会できたことに対する喜びを示したかったが、ここは会社。安藤社長も見ている前でヤクザの彼と関係があることがバレたらどうなるか、そんなことを考えてしまい、どうしてここに？という疑問は口から出てこず、そのままとどまり続ける。どうしてここに？代わりにそう叫んだのは津村だった。なぜか彼の額にはうっすらと汗がにじんでおり、ひどく焦っている様子だ。彼の声を聞いた郷田は一瞬そちらに視線を向けたものの、すぐにそらしてまっすぐ安藤社長のもとまで向かっていく。そして衝撃の事実を告白し始めた。郷田が言うには、津村から安藤社長のことを蹴落とすよう依頼されており、さまざまな妨害行為を行っていたという。株主総会でのヤジもその一環だった。その他にも安藤社長に関するデマを流し悪評が広まるよう仕向けたりしていた。なんでそんなことを？そうつぶやこうとしてはっと思い至る。彼女は役員たちからあまりよく思われていない。津村もそのうちの一人だった。だからこそ彼女に社長の座を退かせるためにこのような悪事を働いたに違いない。彼女も周りからどう思われているのか自覚があったからか、暗い面持ちで黙って郷田の話を聞いている。津村は仕事がうまくいかなくなるようあれこれ手を回していて、あんたを辞任に追い込んだ後に自分がその座につくつもりだったんだ。そんな郷田の言葉を受け、安藤社長が静かに津村の方を見た。彼は相変わらず冷や汗をかきっぱなして下唇をかみしめながらわなわなと震えている。郷田の話が終わり、その場には静寂が訪れた。俺たちだけではなく他の社員も集まってきて、皆が津村に怪訝そうな視線を送っている。こいつの言っていることはデタラメだ。空気を切り裂いたのは渦中にいる津村の声だ。彼は目を血走らせながら、俺はそんなことはやっていない。そうだ、誰かが俺のことを引きずり下ろそうとしているんだ。これは罠だ、はめられたんだよ、と懸命に自分の無実を訴える。しかし疑うような目が消えることはなく、声は虚しく響くばかり。誰からもかばうようなリアクションは得られない。こんなことをしやがって、
ただで済むと思っているのか。津村にずかずかと詰め寄られた郷田はため息をつくと、ポケットからあるものを取り出した。レコーダーのようなものだ。それを見た瞬間、津村の顔色がさっと変わる。やめろ。手をよろよろと伸ばす彼に構わず、郷田はためらうことなくその再生ボタンを押した。語られた内容を裏付けるような音声が流れ、言い訳が無駄であると鋭く突きつける。津村の立場は悪くなっていくばかりだ。津村部長、あなたのしたことは到底許されるものではありません。安藤社長は淡々とした声で津村のことを厳しく糾弾する。そこにはため息ばかりつき、背中を丸めてやり過ごしていた姿など見る影もない。ただ堂々とした、社長と呼ぶにふさわしい威厳のある人物がそこにいた。その後、部下の証言で津村が不正に手を染めていたことも発覚した。不利益をもたらすことばかりしていた彼をこのまま会社に置いておくわけもない。安藤社長の指示で社員が通報し逮捕されることになった。連行される際、津村は彼女のことを鋭く睨みつけていた。自分が悪いのに、お前のせいだと言わんばかりの憎悪がこもった目だ。まっすぐにそれを食らっても安藤社長はひるまずに見つめ返していた。彼とは対照的な凛として澄んだ目で。パトカーが走り去ってしばらくすると、ロビーに集まっていた社員たちが仕事へと戻っていく。人がまばらになってきた頃、俺は郷田に向き直った。その場にいるのはもう俺たちだけだ。何も気にすることなく言葉を交わすことができる。郷田、本当にありがとう。そう伝えると、彼はニッと唇の端を持ち上げた。昔は他の組員たちから使いっぱしにされていた彼が随分頼もしくなったものである。気にしないでください。森永組にいた頃、こんな俺に優しくしてくれた恩返しができてよかったです。俺は改めてお礼を言い、その場で別れたのだった。今度こそ平穏な生活に戻れるかと思いきや、一難去ってまた一難。ある日、俺と安藤社長の乗った車が見るからに堅気ではない男たちによって取り囲まれたのである。彼らはそれぞれバットを構えており、こちらを攻撃する気でいっぱいだ。黒いスーツを着込み、サングラスを身につけた男たち、その中に一人だけ見覚えのありすぎる人物がいた。郷田ではない。男たちの中心にいたのは先日解雇された津村だった。彼は怯えた様子の安藤社長を見て、ニヤニヤと下品な笑みを浮かべている。大方クビにされた仕返しをしに来たといったところだろう。株主総会の時のように郷田に助けてもらうことはできない。俺は覚悟を決め、社長、ここで待っていてくださいと言い残して車から降りた。胸の内には激しい怒りが燃え盛っており、それがエンジンとなって体を突き動かす。ギリギリと両手の拳を強く握り込み、津村たちを鋭く睨みつけた。どうしてこんな非道なことができるのか、どうして数で物を言わせるような卑怯なやり方で仕返しなんてするのか、なんて情けないんだ。それでも男か。今までめったに出したことがないような大声。自分でも驚くほど気迫に満ち溢れたそれに、男たちはタジタジになっていた。津村も目を丸くし、あんぐりとしながら俺のことを凝視している。おとなしい運転手だと思っていた俺が豹変したことに面食らったのだろう。俺は小さく息を吸ってから自分の正体について重々しく告げる。俺は森永組の組長の息子だ。ヒュッと津村を含めた男たちが息を呑む気配がした。かつて多くの組員が所属していたその組織の名前は広く知れ渡っていたため、彼らも知っていたのだろう。まさか俺が権力を振りかざすような真似をすることになろうとは、思春期の頃の自分が知ったら大層驚くに違いない。ちらりと車の方を見ると、車内にも声が届いていたのか、安藤社長も目を大きく見開いていた。このあとクビになってしまうかもしれないが、そんなことには構っていられない。彼女を守れるのであれば何だってよかった。数字の通らないことは絶対に許さない。そう啖呵を切った瞬間、あたりにパトカーのサイレンの音が響き渡る。
それを聞き、津村たちはダットのごとく逃げ出した。いつの間に警察が？そうぼんやりとつぶやくと、背後から安藤社長の声がした。私がさっき通報したの。見ると、彼女は車から降りて、俺の元につかつかと歩み寄ってきている。ゆっくりと開かれた口からは、どんな言葉が飛び出すのだろうか。もしかしたら、この場で首をつけられてしまうのかもしれない。そんな予想は見事に裏切られる。私は、あなたがヤクザの息子だろうが何だろうが、そんなことは気にしないわ。え？思っていた内容とは全く違い、かすれた声が出てしまった。勇気ある行動をしてくれたのが嬉しかったの。本当にありがとう。むしろ信頼度が上がったわ。褒め言葉を受けて照れくさくなり、俺は視線を泳がせながら後頭部をかく。なけなしの勇気を振り絞った甲斐があったなと思い、口元を緩ませたのだった。津村たちによる襲撃の一部始終はしっかり車載カメラに映っていた。それを証拠に訴えたことで彼らは裁かれることとなる。津村は会社に対して多額の賠償金も支払わなければならず、到底貯金では賄えないということで借金を背負うこととなったようだ。会社のロビーにて懸命に言い逃れしようとしていた彼の姿を思い出す。プライドが高く自分の非を認められない彼は、このような事態になってようやく自分が悪いという意識を持つことができたのだろうか。津村が去った後、会社の運営はうまくいくようになった。これにより間違っていたのは安藤社長の手腕ではなく津村だったということがはっきりしたのである。おまけに社内の雰囲気も明るくなった。業績が右肩上がりになった影響で社員たちの心に余裕が生まれたのだろう。送迎の車以外の場所でも日常的に笑顔を見せるようになった安藤社長を見て、俺の心も温かくなったのだった。人には自分を犠牲にしてでも何かを守りたい時がある。俺にとってはそれが津村襲撃時だ。あの時はたとえ自分がクビになってでも彼女を守りたいと強く思っていた。それほどまでに彼女のことが大切なのである。そんな俺に彼女も惹かれてくれたという。俺たちは交際することになり、順調に結婚まで至った。この先もずっと彼女のことを守り続けよう。そして彼女が大切にしている会社の未来も。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。10万円なんて小銭の仕送りはいらないわ。もっとよこしなさい。あんたみたいな寄生虫養ってあげたんだから、それくらい当たり前でしょ。それが嫌ならあなたとは絶縁ね。病気で生活が苦しいと言うから、自分の生活を犠牲にしてまで仕送りしていたというのに、もうこの家族とは縁を切ろう。そう思っていた次の瞬間、家の前に高級車が止まってあんなことになるなんて。これは両親を幼くして亡くし、壮絶な人生を歩んだが、信念を曲げずに日本を代表する編集者となった俺の物語だ。俺の名前は小倉健。一人っ子だった俺は、その分両親にたっぷり愛情を注いでもらいながら育った。俺の父は公務員で、母は看護師だったため、生活はそれなりに安定していた。そんな俺の楽しみは、休みの日に車で行く小旅行。母は看護師なので休みが安定しているわけではなかったから、父と二人で出かけることも多かった。そしてその日は父も母も休みで、久しぶりに家族で田舎の親戚の家に遊びに行く予定だった。しかしその道中、飲酒運転の車と正面衝突し、運転していた父と助手席に乗っていた母は意識不明の重体。後部座席にいた俺は運が良かったのか軽傷で済んだ。だけど
両親はその日のうちに帰らぬ人となってしまった。そうして両親を失った俺は、母の妹のおば夫婦に引き取られることになった。その経緯は、当時小学5年生で両親を亡くしたばかりの俺には残酷な決まり方だった。なぜなら、誰も進んで引き取り手になろうとはせず、むしろそれを嫌がっていたからだ。結果的には母の妹夫婦が引き取ることになったのだが、話し合いの結果、しぶしぶといった感じで決まったことを今でも覚えている。そんな感じで引き取られた俺は、その新しい両親からはひどい扱いを受けていた。母は専業主婦なのに家事をすべて俺に押し付け、ちゃんとできなかったらビンタをされたり、実の息子の翼にだけ誕生日やクリスマスのプレゼントを渡したり、実の息子の方が可愛いのは当然だと理解していたが、さすがに目の前でそのことを見せつけられるのは辛かった。時にはその翼から陰湿な嫌がらせを受けることも。おいお前さ、血つながってない人から毎日タダ飯食べるのってどんな気分だ？こんなことを平然と言ってくるのだった。翼とは同級生だったのに、その環境から何もやり返せない自分が悔しかった。さらには両親が俺のことをすねかじりや寄生虫と陰で言っているのを聞いてしまったこともあった。亡くなった姉の子供だというのに本当に散々な扱いだった。そんな俺の心の拠り所となっていたのは、家から徒歩圏内にある図書館だった。亡くなった父が読書家だったことも影響して、俺は幼い頃から本を読むのが好きだった。特に小説を読むことが好きで、時には好きな作家の文章を真似して自分で書いたりもしていた。けれど学校でも地味だった俺は、一人で本を読んでいることでからかわれることが多かった。遊びたい盛りの小学生は読んでいる本を取り上げたり、読書中に近くでわざと騒いだりと、さまざまな手段を使って邪魔してくる。中でも一番やめてほしかったのは、秘密で書いていた小説を俺のランドセルから勝手に取ってみんなにさらされることだ。こいつ作文を書くのが趣味らしいぜ。うわ、何この話、妄想激しすぎ。小説に馴染みのない同級生たちからはそれはそれは嫌がらせを受けた。恥ずかしかったが、両親にバレるよりはマシだと思うことで、なんとか気分を紛らわせた。それでも俺は読書や執筆をやめようとは思わなかった。その時間が俺にとっては至福のひとときだったから。なので家事をしなければならないという理由でその時間が削られることがものすごくストレスだった。この時の俺の夢は出版社で働くことだった。小説家になりたいとも思っていたが、小学生ながら簡単なことではないと分かっていたので、現実を見ようと思っていたのかもしれない。小学6年生のある日、いつものように図書館へ行き帰宅すると、夕方だというのに珍しく家に誰もいなかった。それはそれでラッキーと思っていたのだが、リビングへ行くとテーブルに置き手紙があった。旅行に行ってきます。帰省中の分の旅費はもったいないので、浮いたお金で高級ホテルに泊まって美味しいご飯を食べてこようと思います。食事は自分で何とかしてください。俺がこの家族に嫌われていることは分かっていたが、この時ばかりはさすがに答えた。とても悔しかったので、その手紙は捨てずに、見返すことができるその日まで取っておくことにした。旅行は一泊二日だったので、なんとか水だけで我慢できた。小学生だからお金もないし、頼れる友達もいないので、
この旅行が一週間とかだったらどうなっていたのだろう。そう考えるだけで寒気がした。きっとこの家族は俺が亡くなっても何とも思わないんだろうな。中学に上がっても当然状況が変わることはなかった。そして俺の読書好きも変わることはなかった。スポーツに興味はなかったので部活に入らず、今まで通り読書に熱中した。学校の図書館に置いてある小説は全て読破。休み時間ももちろん読書に費やした。そんな学校生活を送っていた中二の冬、進路どうしようかな。普通なら高校へ進学するんだろうが、俺はもうあの家にいたくなかったので就職も視野に入れて考えていた。出版社に勤めたいという夢も中卒ではつけないと分かったので諦めていた。俺の通っている図書館にはある時から年配の男性がいつも同じ時間に来るのを見かけるようになっていた。その男性が読んでいた小説がどうしても気になったので、俺は思い切って話しかけることにした。あの、その小説どこに売ってました？あー、これはもう廃刊になってるよ。そうですか。かなり年季が入っていたのでその予想はしていたのだけど、やっぱりそうか。すると落ち込んでいる俺にその男性が、私の宝物だから譲ってあげることはできないが、気になるなら貸してやってもいいぞ。本当ですか？図書館ではお静かに。思わず大きな声を出してしまい、司書さんに怒られてしまった。ありがとうございます。読んだらすぐに返します。またここに来れば会えますか？男性は優しく微笑みながらうなずいた。俺はその小説をその日のうちに読み切って翌日に返却した。その後男性に食事に誘われ、時間を忘れて小説の話で盛り上がった。いや、中学生とは思えないよ。月に何冊読んでいるの？30冊は読んでいます。1日1冊ペースか。本当に好きなんだね。その男性とは新刊が出るたびに読了後の感想を言い合ったり、時には討論にまで発展したりした。そしてある新刊が発売された時、この本は絶対ベストセラーになりますよと俺が言うと、男性はどうかなと渋い表情をしていた。そういう反応をされるのは今回が初めてではなかったので、大して気にすることはなかった。中3になり、いよいよ本格的に進路を決める時期になった。俺はこの時にはすでに就職することを決めていた。俺、就職します。あっそ、ならこの家も出ていくのよね。寄生虫がいなくなってせいぜいするわ。母はそう蔑みながらあっさり了承してくれた。翼は私立の高校に行くらしい。父は印刷会社を経営しているから、私立の学費を払うくらいの余裕はあるのだろう。しかし就職活動は予想以上に難航した。やはり中卒では厳しいのかなと心がくじけそうにもなったが、そんな時は図書館に行ってあの男性に話を聞いてもらっていた。学歴は必要ないと一概には言えないけど、学歴が高いことと社会に出て活躍できることはイコールではない。ケン君はどうして高校へは行かず働こうと思ったんだい？両親を事故で亡くして母の妹夫婦に引き取ってもらったんですけど、そこでの扱いがひどくて、そこを早く抜け出したいという思いが一番強いです。それから俺はこれまで受けてきた仕打ちを全て話した。
そうだったのか。それは辛かっただろうね。抜け出したい気持ちもわかるよ。すると男性は胸ポケットから名刺を差し出してきた。え？俺はその名刺を見て驚いた。実は小さいが出版社の社長をしているんだ。最近人が足りてなくてね。もしケン君が本を作る側に興味があったらここに電話してくれ。そう言って男性は席を立ち帰っていった。俺はその日のうちに連絡した。学歴で諦めていた出版社で仕事ができるなら小さくても構わなかった。後日会社に呼ばれ、社長と一対一で軽く面談をしてから俺の採用が決まった。これからは君が読者を楽しませる番だ。期待してるよ。頑張ります。卒業後俺はようやくあの家を出ることができて、晴れて出版社の社員となった。入社したての頃は覚えることが多くて大変だった。それでも職場の人たちに恵まれたので少しも苦しいとは思わなかった。仕事内容は誰でもできるようなことばかりをさせられていたので、早く本を作りたくてうずうずしていた。だがこれを乗り越えれば本を作れると思ったら、大変でも頑張ることができた。入社から数年が経ったある日、一本の電話が父から入ってきた。母さんがな、病気で倒れて入院したんだよ。看病でろくに仕事もできていないから金がないんだ。だから仕送りをしてくれないか。俺はこれまでの人生で誰からも頼られたことがなかったので、内心は嬉しい思いもあった。けれど俺をのけ者扱いして家族として見てくれなかったくせに、困った時だけそんな風に頼ってくるのかと苛立つ思いもあった。それでも亡くなった母の妹だと思ったら助けないわけにはいかない。そう思った俺は結局毎月10万円を仕送りすることになった。すると今度は大学生の翼からも仕送りを頼まれるようになった。父さんの会社最近ちょっと厳しいらしくてさ、小遣いがないんだよ。その時も俺はなんだかんだ了承して毎月3万円ほど仕送りをしてやることにした。次第に給料の大半を仕送りに当てていた俺の生活はどんどん苦しくなっていった。毎日豆腐や納豆、もやしだけで生活をやりくりする日々。母が退院するまでの辛抱だと思っていたが、次の月もその次の月も仕送りをしてほしいと言われるものだから、そんなに重篤なのかと心配になってくる。なのである時、父に母のお見舞いに行かせてくれと言ったら、今は面会禁止なんだなどと様々な理由で断られ、一度も会わせてはくれなかった。そんなある日、俺は実家に帰ってみることにした。家までもう少しというところまで来た時、玄関が開いたのでとっさに隠れてしまった。すると出てきたのは入院しているはずの母だった。母はブランド品を全身にまとい、ピンピンしながら俺とは逆方向へと歩いていく。その後ろ姿を見て俺は確信した。騙されていた。悔しくて家には行かず、そのまま自宅に帰った。しかしそのことを父に言う勇気がなく、俺はその後も仕送りを騙されていると分かっていながら続けてしまった。そのせいで仕送りと家賃などの固定費を払ってしまえば、手元に残るお金はほとんどない。カップ麺を買うことすらもためらい、丸一日何も食べない日もあった。それでも当然仕事はあるので、空腹で顔色の悪いまま出社する日が続いた。そんな俺の貧乏生活が社長に伝わってしまったのか、ある日の就業後、食事に誘われた。
ケン君、最近顔色悪いぞ。顔もこけてきてるし、ちゃんと食べてるか？いえ、最近お金がなくて。なんかあったのか？まさかギャンブルに注ぎ込んでるんじゃないよね？それはないです。だよね、ケン君に限ってそれはないよね。聞いてやるから話してごらん。俺は家族に仕送りをしていることと騙されていたことをすべて話した。そして社長は、実は私も子供の頃に不慮の事故で両親を亡くしているんだ。それからは孤児院で過ごした。そこで私は中学を卒業したら起業して自分の力で稼ぐんだって決意した。私も君と同じように幼い頃から本を読んで過ごしてきたから、出版社を立ち上げることに何の迷いもなかったよ。初めて聞くその話に俺は驚いた。まさか社長も俺と同じ境遇だったなんて思ってもみなかったから。家族のいない私にとって社員は家族同然なんだ。だからケン君を騙したのがたとえ両親だろうが、私はそれを許さない。俺は前々から父親のように思っていたけれど、社長の口からその言葉を言ってもらえて心底嬉しかった。そうして俺と社長は俺の家族に対してある作戦を練ることにした。それから数日後、ただいま。ケン、あんた一体何しに来たんだい？母は驚いた様子でそう言った。そして相変わらずピンピンしていた。母の声を聞いて奥から父も出てきた。俺は単刀直入に、病気は嘘なんですよね。母と父は顔を見合わせていた。だがすぐに母が開き直ったようにして、嘘だったら何？あんたみたいな寄生虫を中学まで育ててやったんだから、その恩返しとして仕送りをするのは当然でしょ。っていうか10万なんて小銭じゃなくてもっとよこしなさいよ。生活を犠牲にしてまで渡していた10万円を小銭呼ばわり、挙句の果てには仕送りやめたら絶縁するからねと母は言った。俺は湧き上がる怒りをこらえ、その言葉が出てくるのを待っていた。わかりました、じゃあもう仕送りをするつもりはないので絶縁でお願いします。そうあっさり告げると、俺が冗談で言っていないという雰囲気が伝わったのか、母はあたふたし始めた。いやそれはダメよ、この親不孝者が。あんたね、そんなことが許されると思ってるの？その時だった。家の前に一台の高級車が止まり、運転席から男性が降りてきてインターホンを鳴らした。こんな時に誰？母が玄関を開けると、そこには貫禄のある男性が立っていた。どなた？するとその男性は、こういうものですと母に名刺を差し出した。それを見るなり母は、どうぞどうぞと男性を中へと案内するのだった。やあケン君、お待たせ。その男性がそう言うと母は唖然としていた。俺がこんな貫禄のある男性と知り合えたなんて予想もしていなかったのだろう。そう、その男性とは俺の勤める出版社の社長、佐藤さんだったのだ。佐藤社長は、前置きは時間の無駄なので要件だけを話します。まず今後一切ケン君に仕送りを要求しないでください。そしてもう一つ、ケン君を養子縁組として私が引き取ることにしましたので、ご両親に認めていただきたく本日お伺いした次第です。しかし母は仕送りの件も養子縁組の話も認めない。そんなこと許されるわけないでしょ。
一体どこの誰かもわからない人に私の大切な息子を渡せないでしょう。一体どこの口が言っているんだろうと思って俺は唖然とした。そこで俺はズボンのポケットに忍ばせておいたボイスレコーダーを取り出し、先ほどの会話を流し始めた。仕送りやめたら絶縁するからね。それだけではなく、小学生の頃俺を置いて旅行に出かけた際の手紙を卓上に両親に見せつけるようにしておいた。俺が本当に息絶えることを覚悟した悔しくて今でもずっと持ち続けているあの手紙だ。そして仕送りのことと養子縁組のことを認めてくれないのなら精神的苦痛で訴えますと進言した。それとお父さんがやられている会社との契約も打ち切らせていただきます。そう社長が言うと父の顔が一気に青ざめた。実は父の印刷会社の大口取引先は俺の勤める出版社だったのだ。父も本当に俺に興味がなかったのだろう。今の今まで俺が勤めている会社を知らなかったのだから。私もケン君と同じように幼い頃に両親を亡くしました。そこから必死に努力して出版社を立ち上げ、それなりに成功したんです。私はケン君がまだ中学生だった頃からよくそこにある図書館で本について語り合いました。するとケン君が売れると言った本が次々にベストセラーになっていったんです。私はその才能を最大限生かしてやろうと思い、中卒のケン君を我が出版社にスカウトしました。それくらいケン君には才能があるんです。そんな若い才能をあなた方のような子供を財布だとしか思っていない毒親に潰されては困ります。あの時俺に名刺を差し出した経緯は今まで知らなかった。そして俺に才能があると言ってくれたことが涙が出るほど嬉しかった。両親はそれ以上何も言えなくなり、仕送りのことと養子縁組のことをしぶしぶながら認めてくれた。その後契約を打ち切られてた父の会社は倒産。ブランド品の浪費癖があった母は俺の仕送りがなくなってもその癖が治ることはなく借金まみれになってしまったそうだ。両親がこんな状態だから当然翼も私立の高校に通い続けられるはずもなく大学。中卒となった翼は就活に苦労しているようで、未だにコンビニでアルバイトをしながら生計を立てているという。数年後俺は社長に見出された通りベストセラーを連発する編集者になった。会社も年商100億円を突破し大手出版社へと成長。中卒の下っ端から会社に欠かせない存在へと成り上がり、今では父親となった社長の右腕として活躍している。仕事以外でも社内恋愛をしていた女性とゴールインし、子宝にも恵まれた。この子には俺が辛い経験をしてきた分たっぷりの愛情を注いでやろうと思っている。家族の形とは必ずしも一つではない。俺や社長のように家族を失った人だって存在する。悲しくてしばらくは立ち直れないだろう。当然だ、家族を失ったのだから。しかしそのことが人生の分岐点となり、何かを頑張る理由になることだってある。だから立ち直った後の人生では流した涙を糧にして精一杯幸せになるために生きてほしい。両親はあなたの成功よりも幸せを願っているはずだから。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。こいつの年収俺の3ヶ月分。まあ持ってるものはボロボロだわな。数合わせのために合コンに誘われた俺は、
知人にコケにされまくりだった。中学でも高校でも、そしてこの合コンの場でも。結局俺は奴の引き立て役に過ぎない。こんなつまらない合コン、逃げ出したい、早く帰りたい。こんな俺でも手に職をつけて人を喜ばせる仕事に誇りを持ってやってるつもりだ。もうステータスでしか見られない人間と付き合うのはこりごりだ。俺の名前は相田勇気、現在29歳、独身。物心ついた時に両親は自宅を改装した工房を持っていて、そこで手作りのカバンを作り生計を立てていた。牛革を使って財布、定期入れ、手提げカバンやリュックなど、小さい工房ながらも人が喜んで大切に使ってくださるようにと工夫しながらいろんな商品を作っていた。両親が作る姿を見ていた一人っ子の俺は、友達と呼べる人間は少なく、どちらかといえば寡黙でおとなしい性格で、積極的に外で遊ぶことはしなかった。むしろ両親が作るカバンの一つ一つの工程を見ているのが好きだった。俺が小学校6年生の時に、夏休みの自由研究として何をやろうかと迷っていると、母がこう言ってくれた。小学校最後の夏休みだから、記念に牛革を使った小物でも作ってみる？俺は胸が躍った。作りたい作りたい！ずっとダメって言われてたミシン使っていいの？ずっとミシン触りたかったんだもんね。勇気にはちょっと早いかなと思ってたけど、お父さんもいいんじゃないかって言ってくれてね。いつも作るのを見てばっかりだと飽きるでしょ？一度も飽きたことなんてないよ。何を作ったらいい？教えて。二人してカバン職人だった両親は、小学校最後の夏休みということで、特別に一から小物作りを教えてくれた。5日とかからず、初めて俺が作った定期入れが出来上がった。意外にも早く出来上がったな、ゆうき。面白かったろ？と父が褒めてくれた。ずっと見てたからね。もっと作りたい。小さい財布作っていいかな？おいおい、いきなりハードル上げてくるな。財布は難しいんだぞ。何日かかってもいい。作ってみたい。お父さん教えて。初めて作った小物に喜びを感じ、興奮し、完全にスイッチが入ってしまった俺を見て、母はこう言った。ちょうどいいんじゃない？来年勇気は中学生になるし、お金を持たせないといけないし。財布くらいいいの買ってあげようと思ってたんだがな。いらないいらない、自分で作ったもので十分だよ。教えて。夏休みの自由研究で、クラスメートは昆虫採集や段ボールで作る日本地図のパズル、木製の立体感ある恐竜や五重の塔を作ってしまう猛者がいる中、俺は自作の定期入れと小さな財布を提出した。目的や制作期間も合わせて書いて提出するのだが、目的は中学生になったら大切に使いたいため。そして定期入れの制作期間は5日、小さな財布に限っては18日と記した。その結果、俺は初めて校内で最優秀作品に選ばれて、嬉しさのあまり家に帰ってすぐに両親に報告した。やればできるんだよ、ゆうきは。さすがは俺の息子だ。よかったな。初めてに自作して校内で最優秀作品だなんて、先生方が認めてくださったのね。小学校最後の夏休み、いい思い出になったな。たまに工房を手伝ってみるか。手伝いたい！いろんなこと教わりたい！それから中学高校と、俺は自作の定期入れと財布をボロボロになるまで大切に使った。いくらなんでも限界だろう。物を大事に使うのはいいことだが、さすがにこれだとな。ほら、勇気用に作っておいたからな。と父から新しい長財布を作ってもらい、プレゼントされた。何これ、かっこいい。かっこよすぎるよ。すごいな。ありがとう、お父さん。
作り込みが点で違う。中の構造がどうなっているのか分解して見てみたいくらいだ。大学進学を機に俺は新しい長財布を使うことにした。とても温かみのある世界に一つしかない父のオリジナルだった。そんな優しい父が俺が大学2年の時に急に倒れてしまい、若くして帰らぬ人となった。俺は大学を中退し、母に家業を教わる形でカバン職人として人生を再スタートさせ、現在に至る。俺が工房で働くようになってから3年ほどして、時々工房を見に来ては商品を買ってくださる常連さんがいた。互いに名刺交換して、近所の出版会社で働いているのだとか。名前は土山真一さん。聞けば同い年ということで気が合うようになり、プライベートでも仲良くしてくださるお客さんだった。土山さんは工房で作る母や俺の真剣な姿に興味を持って見に来てくださっていた。今日は満天堂のシュークリーム買ってきたよ。これとっても美味しいんだ。お母さんと一緒に食べてよ。時折差し入れを持ってきてくださったりして、俺と会話するのを楽しんでくださった。そして工房で作った商品を買ってくださるのだから、いろいろと気を使ってくださるありがたい存在であった。もう5年以上お付き合いさせていただいている。そんな土山さんから突然こんな話を俺に振ってきた。ゆうきさん、合コンって興味ある？あ、いえ、大学の頃2、3度誘われたっきりですね。性格上ちょっとああいう場が苦手でして。難しくてもいいからさ、数合わせのために来てもらいたいんだ。きっと場を盛り下げてしまいますよ。せっかくのお誘いですけど。大丈夫、そこは俺が何とかするからさ、心配しないで。はあ、大事なお客さんということもあり、丁重に断ろうにも断れず、苦手な合コンに参加することとなった。人数は男性5人と女性5人の設定。しかも5日後って、うまい具合に5が揃った合コンとなった。合コンに5、5、5ってか。俺にとっては急な話で、大人数すぎて参ってしまった。だがお世話になっている土山さんの初めてのお願いだし、少しは協力して顔を立てなきゃなと気持ちを切り替えた。合コン当日の日を迎えた。待ち合わせ場所は17時に、まずは男性陣だけで JR 池袋構内の待ち合わせスポット池袋で軽く会い、駅東口のサンシャイン側にあるイタリアンバルで18時に女性陣と合流する手はずとなっていた。俺は失礼がないようにと自宅で髪型や服装を整えていると、携帯に一本の電話がかかってきた。ゆきさん、ごめんごめん、急に外せない仕事が入ってしまってさ。え、土山さんがいないと誰とも話せないですよ。そうだけども、多分大丈夫、俺の代わりは立てておくからさ、普通に池袋の駅の待ち合わせ場所に行ってみてよ。いやいや、大丈夫って。悪い、キャッチ入った、ちょっと電話切らしてもらうよ。幹事不在って。ましてや俺は性格上合コン特有のあの雰囲気、そして人と話すことは苦手なのに、全員が全員赤の他人とは。立場は完全にアウェイ。早く終わらせて早く帰ろう。こうなってしまってはもう腹をくくるしかなかった。 JR 池袋駅の待ち合わせ場所池袋に着いた。すでに4人のそれらしき男性がいた。あの、はじめまして、幹事の土山さんに来てくれと言われて。あれ、もしかして結城じゃね。そうだ、結城。江藤くん？へえ、まさか、こんなところで会うなんて。俺が土山に幹事を頼まれたんだよ。いやー、久しぶりだな。高校卒業して以来か。合コン男性陣のメンバーに
中学高校と一緒だった江藤康介がいた。俺は当時よく江藤とそのグループにいじられていた。クラスでは目立たない存在だった俺とは対照的に、江藤は際立って目立つ存在で、成績は優秀、クラスの人気者だった。正直距離を置きたい存在だったが、何かにつけて俺に近寄ってきて、陰口を言われては周りからの俺の評価を下げられ、俺の通信簿を勝手に取り上げてみては自分の通信簿を見せてマウントを取ってくる嫌なやつだった。こいつさ、中学校高校とずっと同じボロい定期入れと財布を使っててさ、いや恥ずかしいったらあれしなかったわ。何だったっけ、いつ買ってもらったんだっけと、他の男性3人に対して俺の余計な自己紹介をやり始めた。買ってもらったわけじゃなく自作した。小学校の夏休みの自由研究に。そうそうそうだったな、小学校の夏休みの自由研究だぞ泣かせるね、勇気は。あれから大学は？他の男性3人も蔑むように俺を見て苦笑していた。美大行ったけど中退した。中退って高卒じゃん。いろいろあったんだな。それは後で詳しく聞くことにしよう。今日は酒がうまくなりそうだ。まさかこの場にあの忌々しい江藤がいようとは。これはますます早く家に帰らないとと、今にも逃げ出したい気持ちでいっぱいだった。女性陣と待ち合わせしているイタリアンバルに向かった。その中でも江藤は執拗に俺の近況を聞いてくる。俺どこの大学に行ったか知ってる？ああ知ってるよ、成績優秀だったからね。そうだよな、そこを卒業して今は土山と同じ出版会社にいるわけ。それで勇気、今収入は？え、収入？収入つったらあかんだろ、誰にも言わないからちょっと数字で言ってみろ。250くらいかな。250か、はあ、よしよし分かった、やっぱ苦労してたんだな。俺が今日はお前の分はおごってあげるから感謝しろよ。そう、ありがとう。その代わりちゃんと俺の引き立て役として頑張ってくれな。は、引き立て役ね、分かった。まるで江藤がジャイアンで俺がのび太のような構図だ。地頭はできすぎくんレベルなのにな、もったいないやつだ。俺はごちそうしてもらうのと引き換えにいいように使われて、強制的に江藤の引き立て役となってしまった。人間は年を重ねるごとに大人になっていくものだが、普段は知らないが江藤は中学校高校の頃の江藤に戻っていた。今日の合コンで俺はネタにされていじられるのはほぼ間違いないだろう。イタリアンバルに着いた。女性陣5人はすでに入店していて待機していた。はじめまして。合コンがスタートした。女性陣は綺麗な方ばかりで驚いた。男性陣は俺以外みんなハイテンションで、俺一人だけ相槌を打つくらいしかできずに浮いていた。早速江藤が俺の余計な自己紹介を女性陣相手に勧告することとなった。こいつ相田勇気って言うんだけど、すんごい泣かせるやつなんだよ。中学高校とさ、小学校の夏休みの自由研究で自作した定期入れと財布をボロボロになるまで使ったりしてさ。女性陣は引いた目で俺を見るようになったが、うち一人の女性だけなんだかつまらなそうに聞いていた。あ、そうだ、今の財布とかどうなってんだろうな。勇気、ちょっとみんなに見せてやれよ。え？俺は仕方なく長財布を見せた。うわ、やっぱりボロボロだった。こうなっちゃうよな。これは大切なものだから。そっか、そうだよな。苦労してると大切にしちゃうよな。そしてそんなかわいそうな彼の気になる年収はというと、じゃがじゃーん、なんと250ときた。
こいつの年収俺の3ヶ月分。まあ持ってるものはボロボロだわな。調子のいい江藤に俺はムスッとした。あのその財布見せていただいてもよろしいですか、と一人興味を持ってくれた女性がいた。ああ、どうぞ。江藤くんが言うようにボロっちいですけど。彼女の名前は藤木絵里。合コン慣れした他の女性4人とは違って、初めから一人だけおとなしそうにしていた。小柄で髪型はポニーテール。ナチュラルメイクで清潔感があふれていて、女性陣5人の中でも俺のタイプであった。ああ、やっぱり。これと同じメーカーのカバンが私のこれなんです。藤木さんは手提げカバンを俺に見せた。まさか、うちの工房の手提げカバンを持っている女性と巡り会えるとは。ここのメーカー、デザインも物持ちもすごくいいですよね。長財布はどれくらい使われているんですか？ああ、これは大学の頃から使い始めたから、9年ですかね。すると江藤は、二人が会話している中に割り込むように。9年って！これくらいの財布を買えるようにしろよな、ゆうき。フランスで有名なブランド財布を見せつけるようにテーブルに出した。出た！江藤得意のマウントだ。中高の時は通信簿だったが、今度は財布でマウントを取ってきたか。いや、俺はおごってもらう立場。引き立て役に徹さないといけない。いやー、江藤くんは本当にすごいな。こんな財布を見せられたら、ぐうの音も出ないよ。でも、相田さんは、物を大事に扱う方なんですね。ええ、まあ。今でも小銭入れは、江藤くんの紹介にもあったように、小学校の時に自作したものを使っているんです。さすがに家に置いてきましたけどね。ええ？あの伝説の財布、まだ使ってたの？江藤は、今でも現役で使っている、小学校の頃に自作した小さい財布の話を聞いて、驚きながらも大笑いしていた。周りのみんなも引きつった顔をして笑っていたが、藤木さんだけは違った。マウント取りには十分だと判断した江藤は、席替えするなり、俺はエリートなんだと言わんばかりに、他の女性と話すようになった。簡単に他の女性の肩に手を回したりと、合コン慣れしている様を俺に見せつけているようだった。藤木さんは俺に話しかけてきた。小学校の頃に作った財布となると、もう20年近く使ってらっしゃるんですね。そうですね。正確には18年くらいでしょうか。父との思い出の品なんです。この長財布もね。そうだったんですね。藤木さんはそれ以上は財布やカバンに関して何も聞いてこなかった。俺もいろんなマウントを取られ、ステータスでしか見ないこの合コンに呆れ果て、自分のことはこれ以上話したくもなく、ただただ早く帰りたい、早く時間が経ってほしいと思っていた。一次会が終わりそうなくらいに差し掛かった時、俺はイタリアンバルの店員さんに、お迎えの方がいらしてます、と言われた。お迎えの方？ゆうき、もう帰るのか？しけてんな、と江藤が言った。うん、皆さんはどうぞ、この後もゆっくり楽しんでくださいね。どうしてもやらなければいけない仕事があるので、お先に失礼します。と言って席を立ち上がった。社長、お迎えに上がりました。車の方へどうぞ、と制服姿の女性の運転手が店内に入ってきてくれた。え？社長？どういうことだ、ゆうき？と江藤と合コンに来た皆が目を丸くして驚いていた。いや、実家を継いだだけだよ。実家を継いだだけって、お前250って言ってたじゃないか。ごめん、俺頭悪くて主語がちょっと分かんなかったからさ。その数字に12をかけてくれるとちょうどいいくらいだよ。江藤くん、今日はごちそうさま。帰りますね。え ?250 って年収じゃなくて月収？そんな、ちょっと待ってって。
俺はその場を女性運転手と共に去ろうとするや、もうやだ、私も帰ると女性陣の中の一人が急に怒り出した人がいた。なんだなんだ、周りで食事を楽しんでいるお客さんもこちらを見ている。私この人に太ももとか胸とかいろんなところ触られた。化粧室の前でキスもせがまれたりして、ほんと最低と江藤のことを指していた。いや何言ってんだ、何も俺は。ちょっと勇気勇気。はじめは楽しい雰囲気だった合コンは、調子に乗って魔が差してしまった江藤のせいで一気に修羅場と化した。俺は巻き込まれたくないと逃げるように女性の運転手と共に足早に車に乗り込み、その場を去った。翌日、土山さんが工房に来てくれた。ゆうきさん、昨日は悪かったな。いろいろと話は聞いたよ。まさか江藤が中学高校の同級生だったなんて。いえいえ、俺は仕事があったものですから途中で帰らせてもらいましたけど、なんか最後あたり修羅場になってましたけどね。そのことなんだがな、悪ノリが過ぎた江藤はなんと怒らせてしまったのは主要取引先の社長令嬢だったらしく、社長は娘にどえらい恥をかかしてくれたと絶賛大激怒中なんだとか。事実関係を精査され、早くも自宅謹慎の命が下されたという。土山さんが言うには、もう出版会社や業界には情報の出回りが早いゆえに、もはや居場所はないとのことだった。江藤君、頭いいのにもったいないことを。その江藤に結城さんが散々バカにされていたことも聞いたよ。俺が誘ったばかりに本当にすまなかった。いえいえ、でももう合コンはこれでお腹いっぱいです。今後のお誘いはお断りしますね。いや、こちらもこれが最初で最後のお誘いにするよ。許してほしい。大変申し訳なさそうな顔をしていた土山さんに、少しでもいい顔をしてもらおうと話題を変えることにした。あ、そうそう、昨日うちで作った手提げカバンを持っている女性がいましてね、ソーダハンプってロゴがバッチリと見て取れましたよ。あの手提げカバン、間違いなく俺の手で作った商品でした。嬉しかったな。俺は当時のことを思い出し、土山さんに忠実に伝えた。名前は藤木家里さんだったかな。あまり話せませんでしたが、おとなしくておしとやかな人でしたよ。その手提げカバンは3年前に俺が送ったものなんだ。藤木家里は俺の幼なじみでね、俺と結城さんと同様同い年なんだ。そうでしたか。エリはあの場は例の社長令嬢が騒ぎ出して修羅場になってどうしようもなかったけど、結城さんともっといろいろ話したいって言うんだ。え、俺と？実を言うとさ、エリは根っからのソーダハンプのファンでね、この桃カバン類もたくさん持ってるんだよ。俺がこの工房に通い出したのもエリから教わったことだったんだ。それまでソーダハンプのその字も知らなかったくらいだ。そうだったんですね。嬉しいな。大切に使ってくださってるんだ。母にも報告しなきゃな。笑顔が戻った土山さんはさらにこう続けた。もうここまで言うと感づいたかわからないけど、実は今回の合コンは俺がきちんと幹事をやって、結城さんと結城さんのファンであるエリとの仲を深めたいっていう目的があったんだ。そんな、土山さん、俺のことを買いかぶりすぎですよ。俺は顔がカーッと赤くなった。女性と交際したことなど一度もなかったからだ。そんなことはない。結城さんとお付き合いしてから5年以上になるけど、仕事に対するひたむきさや性格もろもろ見てるとさ、エリにはきっとお似合いの人だと思ったからこそなんだ。エリみたいな装飾系でおとなしい子はそんなにタイプではない？土山さん。俺は10秒ほど間を置いてこう伝えた。藤木さんは初めて見た時からドストライクでしたと。じゃあ決まりだね。エリにそう伝えておくよ。それから俺と藤木さんの交際が始まった。
ゆうきさんに見てもらいたいものがあるんです。と、デート初日に彼女はこんなものを見せてくれた。これは？なんと彼女は、俺の黒い長財布とは色違いの薄いピンク色の長財布を見せてくれた。ちゃんとソーダハンプのロゴと父が作った刻印があった。俺は常日頃使っているから長財布はボロボロだけど、藤木さんの長財布は晴れの日にしか使わなかったから新品同様、綺麗に大切に使われていた。大学進学をお祝いして親からプレゼントされたのだという。それからソーダハンプのファンとなり、たまに工房にカバンや小物などを買いに来てくれていたようだ。これは間違いなく9年前に他界した父が作ったものです。ほら、俺のこの財布にも父の刻印があるでしょ。形も色違いなだけで、構造も作り込み方も一緒。本当は俺、この長財布を見た時にどういう構造になっているか分解したいくらいだったんですよ。せっかくのプレゼントを分解するなんてもったいないですよ。でもこうやってずっと私たちはペアの財布を大切に使っているんですよね。天国にいるお父さん、きっと喜んでくれていると思います。他界した父が作った財布を俺がこうやってペアとなって見ることとなろうとは、これも何かの運命なのか。この財布にはいろいろと助けられました。色にもよりますが、財布には仕事やお金が流れ込んでくるなんて験担ぎみたいな意味もあって、今まで母となんとかソーダハンプを世に広めることができました。未だにこの財布を超えるような財布を作ったことがないんです。超えられない大きな壁です。父には感謝しかありません。私も一気にソーダハンプさんのファンになりました。藤木さんが持っている手提げカバンは？ゆうきさんが作ったものですね。刻印がそう記されてますしね。バレてましたか。なんならお母さんの刻印が入った小物も持ってますから。自他共に認めるソーダハンプ大ファンってわけですね。俺は自分のバッグからあるものを取り出した。藤木さん、俺と藤木さんの交際記念日としてこれを受け取ってください。寝る時間を削って昨日ようやく出来上がったものです。あ、かわいいベージュのお財布、ミドルウォレットタイプですね。ソーダハンプさんのロゴも新しいデザイン、ゆうきさんの刻印もある。素材はコードバンといって、馬のお尻の皮を使います。牛革の3倍の強度があるんです。そのうまく言えないですけど、俺との交際よろしくお願いします。藤木さんは感動のあまり泣いてしまった。一般的に財布を送る心理として、外出する際には常に携帯するものなので、大好きなあなたとずっと一緒にいたいという意味が込められる。すでにそれを汲み取ってくれてたのか、涙をハンカチで拭って、藤木さんは後悔してくれた。私の方こそよろしくお願いします。これからもずっとソーダハンプさんのファンですし、これからはゆうきさんの大ファンになります。こうやって俺と藤木さんの交際はスタートした。ずっと物は大事にしてきた俺だったが、これからは物以上に一人の愛する女性をもっともっと大事にしようと心に誓ったのだった。いかがでしたか。チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。